フリードリヒスハーフェンの格納庫から出港する LZ130LZ130 は、セッペリン飛行船会社が大戦艦機に建造した最後の巨大公式飛行船である。ヒンデンブルク級飛行船の2番船にして最終船であり、名称をグラーフ・セッペリンといった。この名を冠した飛行船としては、世界一周飛行などで著名な LZ127 があり、 そのため元船はしばしばグラーフ・セッペリン通輸と呼ばれる。フリードリヒスハーフェンのセッペリン博物館にある LZ130 の船首部分、LZ130 の設計は LZ129 ヒンデンブルクに2、3の改良を加えたものである。最も目立つ点はエンジンポッドが完全に再設計されディーゼルエンジンが 軽引式のプロペラを駆動するようになっていたことである。エンジンには飛行の間に失われる重量を最小限にとどめるため排気から水を回収するシステムが備えられていた。客室も完全に再設計された。食堂は後部甲板の中ほどに移され、展望室の窓はパネル半分だけ低くなっていた。 16個のガス脳は軽量化が図られ、木綿の代わりに軽量の絹でできていた。ゴンドラの下に装備された着陸装置と上部のガス排出風土の形状も再設計された。さらに、船体外皮のドープ材も陰化を防ぐために制度と黒煙が加えられ、また電気伝導性も改善された。これらの改善により、LZ130 はそれまで飛行した。 公式飛行船のうち、技術的に最先端にあったものと考えることができる。グラーフ・ェッペリン2は当初、不要ガスとして、水素を使うように設計されていた。しかし、ヒンデンブルク号の事故により、フルゴーエッケナーは、旅客飛行船では二度と水素を使わないことを決め、代わりにヘリウムを使うことにした。大量のヘリウムの唯一の供給源は、 アメリカ合衆国だったので、エッケナーは、自らの飛行船のためのヘリウム供給を来うために、ワシントン DC に赴き、ルーズベルト大統領本人を訪ねた。大統領は平和目的に限って、ヘリウムを供給すると約束した。しかし1938年3月、オーストリア併合が行われるに至り、アメリカ内務長官ハロルドエル・イキーズは、ヘリウムの供給を拒否した。 そのため、グラーフ・セッペリン2は、結局水素を使わざるを得なかった。LZ-130 は、全部で30回の飛行を行った。ヒンデンブルクとグラーフ・セッペリン2は、カラーフィルムで撮影されたただ2隻の飛行船であり、その何枚かは現存している。そのうち、ハロルド・ジー・ディックの撮影した、フリードリヒス・ハーフェン上空のカラーフィルムは2001年の、ドキュメント。 ヒンデンブルク号事故、その原因で用いられたが、ヒンデンブルクからの撮影と誤解されていた。フリードリヒスハーフェンツェッペリン博物館には、ハンスフォンシラー船長の撮影による、両飛行船のカラー写真を収納した年間が、保管されている。1940年4月、ヘルマン・ゲーリングは、金属を他の航空機に流用するために2隻の、 グラーフ・ツェッペリンと未完成の LZ131 の枠組みを廃棄するよう命令した。飛行船の解体は4月27日までに終了した。5月6日、フランクフルトの巨大な飛行船格納庫は爆破解体された。ヒンデンブルク号の事故からちょうど3年後のことであった。ABCD ウィキペディアドイツ語版 LZ130、出ュ マイケル、ゼプリン・ウーバー・ヒルデスハイム、ヒルデスハイムシアーカイブ。最終アクセス。2008年8月2日。3と 1988. ありがとうございます。